はい、皆さんこんにちは、バンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、チャンネルコンセプトについて考えてみました。まあね、半年に1回ですね、ね。ああいうやつがいる地域なんで気をつけましょう。というわけで、改めまして、バンチャンネルでございます。まあ、私ね、半年に1回ぐらいちょっと発作が起こりましてですね、自分のチャンネルのコンセプトについていろいろ考えるというね、まあ、そういうあの癖がございます。今2020年の8月29日土曜日ですね、はい、12時13分です。午前の12時13分ですね、大阪高所なんでこんなところにいるねんと思う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、その、チャンネルコンセプトを考えてみました。はい。で、まあ、今までね、いろいろ言ってます。で、今回もね、考えるだけで実行に移さないかもしれないんですけど、まあ、発作なんで皆さん実際の中でお楽しみください。あ、ちなみに今のドライブ中ですね、まあ、見たらわかるねん中ね。で、今実はね、ちょっといつものね、定期的な、友人 YouTuber とのお風呂会議を終えましてですね、まあ、会なんですけど、まあ、バンチャンネルね、今登録者9500人ぐらいいて、まあ、あと500人ぐらいで1万人なんですけど、この1万人到達するのがですね、ただ今のですね、月間の、登録者数の増加がですね、本当に今までは100何人とかいたんですけど、それがだいぶ減ってしまいまして、40数名とかね、50数名になってるんで、ちょっとこの辺りで手こ入れしないといけないなっていうのがございまして、まあ、ただですね、手こ入れつっても、まあ、具体的に何をするかっていうとですね、結局まあ動画の質を上げるしかないと思うんですけど、動画の質って要するに、まあ、視聴者さんが見たい動画を、作るっていうことなんですけど、視聴者さんが見たい動画が動画の質、見たい動画が動画の質がいいっていうね、結果論的なもんなんでね、まあ、それは登録者が増えたりとか視聴回数が増えたりとかするっていうことで、まあ、その証明になるんですけど、まあ、それがやっぱ今ないんですよ。やっぱ今一動画、ね、新しい動画出してもそれこそ、まあ、1日で100アクセス届かなかったりとか、まあ、そういうことも本当ザラなんで、まあ、やっぱり自分 の、 そのチャンネル運営とね、その視聴者さん の、 そのニーズに合ってないということはもう誰が見ても分かるんでね、まあ、こういうことを定期的に考えてるんですよ、まあ、っていうような感じでいつも前置きが長くなってしまうんですけど、じゃあ一体どんな動画を映ったらいいのかっていうことなんですけどね。で、友人とまあ2人でこう話しておりまして、やっぱりそのトップ YouTuber の方見てたらですね、やっぱり動画の中に芯が通ってると思うんですよね。要するにこの人のチャンネルは一体何を目指してるかっていうのがその動画からにじみ出てるんですよね。で、バンチャンネルの場合はですね、まあ、例えば旅したりとかガジェット紹介したりとか料理したりとか、もしくはライフハック的なもんでね、いろいろとこう、まあ、お役立ち情報をこう公開したりとかっていう感じでですね、その一本通った芯がないんですよね。要するにまあ背骨のない人間みたいなもんで、やっぱりこう見てる視聴者さんとしてもね、なんか不安を感じるものが多分あると思うんですよね。だからまあその不安を感じさせないためにもですね、バンチャンネルというチャンネルは一体何を目指してるのかっていうことをですね、まあ、動画の中からですね、皆さんに感じ取ってもらえるような動画、そしてチャンネル運営をしなければならないんですが、じゃあその核となるものは何かということをですね、まあ、今日2時間3時間ぐらいですね、長居しながら友人と考えておりました。で、一つ、出した結論なんですけど、旅ですね、旅、まあ、旅行、旅、ちょっといろいろ言い方あると思うんですけど、やっぱりね、僕、バンチャンネルって言ったら、どっちかって言ったらこう、ね、日本国中、海外行って、いろんな、面白い映像をこう皆さんと一緒にね、情報共有するとかね、なんかそういうことじゃないかなと思うんですよね。はい、なんで、そのあたりをですね、ちょっとこう、おお、危ない。逆走やっちゃう、まあ、今例えばこれ運転してるのもこれ、はい、あ、踏切ね、車もやっぱ旅に関係してるし、であと、まあ、最近ね、僕はキャンプ動画よく出してますけど、キャンプなんてまさにこう旅じゃないですか。で、まあ、例えば昔やってたね、まあ、自分の母と一緒にやった料理のレシピ動画とかでもあれば旅に関係する料理とかも多分できると思いますし、まあ、何かにつけてですね、旅っていうのはこうコンセプトになりやすいんじゃないかなっていうことをですね、まあ、自分でこう感じております。だから、まあ、何かにつけて旅に関連づけて、旅っていうのは旅行ですよ、トラベルとかね、ジャーニーとか、それに関連づけて、まあ、例えばガジェット紹介するときでも、旅に持っていくべきカメラ、旅で役立つ面白グッズみたいな、面白グッズは旅で役立つ旅行グッズとかね、
もしくは、旅先で作りたい、なんとか料理とかね、なんかそういうのをですね、はい、あ、なんで今左向か出して、右向か迷う。そういうふうにして、あの例えばあの全然関係ないもんでもいいんで、無理くりじゃないですよ。やっぱ旅にこうできるだけ近づけるっていうことをですね、その動画の中でもう繰り返し視聴者さんにアピールすると。するとですね、バンチャンネルっていうのは、あ、旅行とか旅とか、まあそういうことに関連づいたチャンネルであり動画であるんだなっていうのが多分ね、視聴者さんにも伝わるし、もちろん YouTube やってる私、チャンネル管理者の私としても、なんか動画の方向性として確固たるその芯ができる、背骨ができるんじゃないかなということをですね、ちょっと今考えておりまして、まあ、この動画はそれのまあ宣言ですよね。新たなコンセプト考えてみたということで、まあ、これからはですね、まあ、これもちょっとどう転ぶかはわからないっていうのは本音なんですけど、ただ何かこう、まあ、ちょっとでもいいんで旅行とか旅とか、まあ、レジャーとかね、なんかそういうそのいわゆるどこかに移動してこう余暇を楽しむとか、休みをこう充実させるとか、なんかそういうところにね、チャンネルの方向性持っていけたらいいなというか、持っていきたいなっていうのを思ってますんで、なんか急にね、あのやたらこいつ旅にこう関連付けた動画出すなとかっていう思われるかもしれないんですけど、それはですね、まあそのような背景があってそうしてるんだよっていうことをこの謝罪動画でね、明らかにしてきたかなと、できたらいいなと思って今の視聴者さんに語りかけております。はい、まあ、具体例って何かありますかね。例えばまあ僕今 G8 っていうカメラでこれ謝罪動画撮ってますけど、例えば旅とカメラというコンセプトで旅行に持っていくに、まあ、適した、まあ、自分なりの解釈ですけど適したカメラとは何ぞやみたいなね、まあ、そういうコンセプトで喋ったりとか、じゃあ最近やったら、まあ、例えばあのアウトドアで美味しいご飯の炊き方とかね、鉄鍋でご飯を炊いたりとかしてますから、まあ、あれも結局旅と関連付けて、旅先でできる美味しいご飯の炊き方とか、なんかそういう風にして一見旅と全く関係なさそうなものでも旅に紐付けて語るとか、なんかそういう風にしてやっていけたら面白いんちゃうかなと。まあ、ただね、今やっぱり新型コロナウイルスの問題で皆さんあのお外に行けない状況、旅に出れない状況だと思います。旅行もしにくい状況だと思いますけど、まあ、いずれかはですね、この状況もそんな10年も20年も続くものじゃないと思うんで、まあ、そのみんながね、普段以前のように自由に移動ができるような、まあ、環境に戻った時にですね、やっぱりその旅をコンセプトにしているとその時の世の中の需要とチャンネルコンセプトがうまいこと合致して、まあ、登録者増えたりとか、ね、再生数増えたりとか収益が増えたりとかっていう風になるんじゃないかなっていう、ちょっとそういう計算も実はあります。まあ、今回の動画に自分の手の内を全てさらけ出すような感じになってしまいましたけど、まあ、やっぱり自分の決意っていうのはね、あの広く世に知られるべきだなっていうことをずっと思ってますんで、まあ、本当久しぶりの謝罪動画なんですけど、新しいコンセプト考えてみたということで、まあ、これからのバンチャンネル、旅とコラボレーションするような形でチャンネル運営動画作成をしていく予定なので、また今後のバンチャンネルも皆さん動向を見守って、そして応援していただけたらいいなというようなね、願いもございます。はい、というわけでバンチャンネルでございました。あのね、まあいろいろあのちょっと言い訳がましいことも言いましたけど、まあ要は皆さんが楽しめるようなね、チャンネル運営そして動画作りをこれからも頑張っていくということなんで、チャンネル登録とかコメントとかいいね評価とかよろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日を、そして良い旅チャンネルライフを、ご視聴ありがとうございました。アンゼプティー。